磯村さんは普段写真はよく撮られまますすかあよく撮撮りますね、あのー、写真撮るのがすごい好きで<う>あの風景をよくあの撮ったりもしますし例えば仕事柄の共演者を、あのー、写真に収めたりとかすることもあるのであの非常に普段からあ<笑><笑>、はい、あのフィルムカメラも使うのですすごい大好きですね、はい、私も結構フィルムカメラ好きだったりとか写真撮るの好きなんですけど、ええ、あとは私。 チェキミニ8プラスのピンクを持っていて結構、一面と撮ったりとかしてお家の壁に貼ったりとかするのがすすごく好きですパーティープリントとかあると皆さんで集まるとき楽しいかと思うんですが磯村さんはこうパーティーとか行ったら。 盛り上げるのどうい,う,どう,いう,ふうに盛り上げますかいやもうね確実にこのリンクがあったらまずジャーンってやって <laughs> ちょっと今からみんなで楽しもうぜっていうことがまずできるのでなんか会話の切り口というか、うん、一つのこう行動を生むこともできるからすごくなんかしかも男性が持ってるってなんか結構親近感が湧くっていうか写真撮るのって女性が撮るのがすごい強いイメージですけど、うん、これだとなんか。 いいですよね、みんなで楽しめるしねえ、うん、結構男性で集まってもお写真は撮られるもんですか撮ります撮りますあのスマートフォンでみんなで集まって撮ったりするのでだから非常にこれからはこう形にもねできるっていうところはすごいいいなと思いますねもっと盛り上げることができるマッチテストという機能もついているんです一枚の写真で診断しますいい感じですねはい あ、バッチリです。<laughs> 結果は、セキプリントで、もう浮き出てくるの。あ <laughs> <ー>、<laughs> ドキドキ。あ、出てきた <laughs> そうなんだ。じゃあ磯村さんに持っていて、いただいて、はいはい、カメラに向けて、じわりじわりと出てくるの。みんなで一緒に。 待ちましょうか。はい。あ、でも、うっすら。そうですね。あ、お顔の感情もううっすら浮かんできました。お二人はこういう愛称診断とか占いとか信じます。かえ、信じます。いいこと。いいこと。悪いことはね、信じたくない。あ、え、え、え。待って。ちょっと待って。本当。いや、ままだわかんない。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 ちゃんと出てないから。あの。 いや出てすごい百って出るんすごい私もあの練習もさせていただいてこれまで十五枚ぐらい見てるんですけど初めてですすごい百パーセント見たのおめでとうこれすごい本当にびっくりしてる横田さん好きな食べ物は私焼肉好きですどうですかめちゃくちゃ焼肉好き ちなみに焼肉に行ったら何を頼むかじゃあせーので行ってみますか今せーの牛タンおーすごいあのこれ本当に台本にないですからね本当に台本にないですからねすごいねびっくり綺麗にハマらなきゃちょっとドキドキしちゃいますちょっと今暑いですもん汗かいちょっと取りちゃった まさか100%出ると思っていなかったので<さ>か <laughs> そうしかもあの説明いただいたときにあの100%だともうほとんど出ないとおっしゃっててでうちのマネージャーさんとがやった時もなんか25%みたいな,なんかちょっと気まずい <laughs> <laughs> なんかああ低いみたいになってた時もあったのでまさかここで本当に出るとは思ってなくて嬉しいですね会場全体がざわついてざわ <laughs> つきましたもんね嘘だと思われてるんじゃないかと思ってちょっと不安です本当にでも相性診断は、ね、特に恋人同士あでも ちょっともしパーセンテージがでもなんか笑いになると思うのでどちらにしてもあとはなんかちょっと気になる気になる人とかがちょっとドキドキしちゃいますよねもうすでにパーセンテージが出る前からやっぱそのプリント最中がすごいドキドキするのでそれをなんか共有し合えるっていうのは非常にいい環境だなと思いましたね